ロストソングはリーダーンフィルムズドワンゴ共同制作による日本のテレビアニメ作品。2018年4月より6月まで東京 MX 他にて放送された。ネットフリックスではテレビ放送より1週間先行して配信された。2016年11月幕張メッセで開催された鈴木好みバースデーライブ2016チアーズにて鈴木好みが声優に 初めて本格挑戦する主演アニメーションとして発表された。ある村に祖父、姉、弟と暮らすンという少女がいた。歌を歌うことで傷を治せる不思議な力の持ち主のンは歌が好きでいつかオートに行って楽団に入るという夢を持っている。しかし、そんな平和な村での日々は突然押し寄せたオート兵により打ち砕かれる。ンが 弟のアルトの外出から帰ると、家々は焼き尽くされて、人々が死んでいる。リンの家も焼かれて祖父は殺され、瀕死の姉はリンに、夢を諦めないでと言い残し、生きたえる。悲嘆に暮れるも立ち上がって、村を後にしたリンとアルは、王都に向かう道で宮廷の銀遊詩人と称する、女性ポニーに出会い、人柄を気に入られて同行する。リンは、王都兵から、 歌の力を持つという理由で創作され、捕らえられるも何とか切り抜ける一方、王都軍に随行する、立同者竜とモニから姉妹の母の病を治したことから、姉妹も一行に加わる。それに先駆けて、傷を治したことから知り合った王都の騎士ヘンリーと再会したリンは、彼やその知人であるドクターバイゼンから、リンと同じように歌の力を持つフィーニスという女性の存在を知らされる。 歌の力は歌い手の命を削って発揮されるものであり、このままでは戦争の道具として扱われるフィーニスの命がいつ尽きるともしれない。フィーニスを救いたいヘンリーはリンたちに協力を要請し、歌の力の真実を知った彼女たちは、フィーニスを救うべく最前線へ向かう。フィーニスは歌の力を持つが、その力はリンのような癒しだけでなく、 水を湧き出させたり炎を巻き起こしたりできる。そんなフィーニスはかつてヘンリーと出会い間もなく愛し合うようになっていったが彼女の歌の力はルード王子によって戦争に利用されてしまう。フィーニスとヘンリーは闘争を試みるも失敗して彼は死亡し絶望したフィーニスは謎の歌を歌って隕石群を落下させたのだった。フィーニスが歌った 終滅の歌は命を失う代償に世界を滅ぼす歌であったが、命を失うとは、彼女の体が、不老不死と化すことであり、生物としての枠から外れてしまうことであった。こうして、フィーニスは、自分のいる、この惑星で文明が発生しては滅亡する輪廻を、見届けながら生き続けていたが、やがて天空に見える巨大な衛星が6万年後に、再接近することを知った彼女は、 架空の歌姫伝説を石に刻んだり絵に残したり、本に書いたりと、あらゆる手段を使ってルフし始める。それは、星歌祭りでの合唱と楽団の演奏によって、終滅の歌の力を増幅させ、衛星を落下させて、すべてを終わらせるという計画の布石であった。間もなく、最前線に残っていたかつてのヘンリーの剣に触れた、インは、フィーニスにまつわる、この惑星の過去。 平成の最接近する日が自分たちの生きる時代、そして自分がフィーニスの捨てた癒しの歌から具現化して誕生した存在だったことを知る。一方、傭兵たちの投領となっていたヘンリーは最前線へ乱入し、ポニーたちと合流する。突起がない限り作詞は、畑たき、作曲、編曲は、白とユースケ。 インターネットではネットフリックスにて2018年3月31日より毎週土曜に日本で先行配信された後同年夏に全世界に配信される2018年9月26日に全12話を収録したロストソングブルーレイボックスフルオーケストラが発売された鈴木好みと久の美咲のロストソングラジオは 2017年12月25日より2018年7月2日まで、響き響きラジオステーションマイナスと、おと泉にて配信された、ウェブラジオ。パーソナリティは、隣役の鈴木好みと、ある役の久のみ鈴木優と&、山下誠一郎、ロストソングコンティニューは、2018年8月10日より、ニコニコ生放送にて配信される、ウェブラジオ。パーソナリティは、 ヘンリー・レオボルト役の山下聖一郎と、ルードベルンシュタイン4世役の鈴木優斗、鈴木好みと、久野み咲のロストソングラジオに関するカテゴリー。ありがとうございます。